ナミさんお疲れ様です。日々の更新お疲れ様です。そしてですね、今回は FX オリガルヒの方ご支援、ご応援いただきまして、えー、本当に感謝に耐えません。えっ、ー、と、私の方はね、あのー、週に1回しかできない人のためにも、週刊まとめっていうのをやってるんですけども、これも週刊まとめ、1週間でもう十分ですよってことではなくって、やっぱり1週間をね、せめて見ていただいて、で、FX に対する好奇心とか興味とか、 挑戦心ををなななくくししてほしくないなーってててほいいいっっっうう意味ででこののまとめっていうの使ってるんです実は、ねまあ、その他雑談コーナーとかでね私のこういろいろと揺れ動く感情をお話ししたりとかそれから精神力を鍛えていくことも大事なんでそういったコーナーを作っていたりとか、まあ、私はそのサポートっていうのが本当に大事だなと思うのはどんなことでもそうですけどもつまずいた時とか不安な時にどう寄り添うかなのかなと思うんですよ。 ナミさんの生態が人気なのもおそらくそういうところなんだろうなと思いますしこうしてね見てみるとその私たちは出会って知り合って10年ぐらいこうやって密に連絡と出会ってますよねそれでいてお互いに依存することはないけれども信頼関係はあるということでむちゃくちゃいいバランス関係なんでしょうねで今吉谷さんからもあの日々の億万長者合宿の更新の動画が来てるんですけど <laughs> なんかねそういう意味で言うと その、まあ、小野里さんとかもね、あの、非常にありがたい友人なんですけども、特に。このナミさんと吉野さんと私のこの三角形っていうのは。むちゃくちゃいいバランスをここに持ってるんじゃないかなと思いましたね。うん、まあ、何にしても、ご縁だなってところでございます。本当に今日もありがとうございました。お疲れ様です。それでは失礼します。